おめでとうございます。小学校入学前の園児を対象に開かれている絵画コンクール、6回目となる今年は熊本市内11の幼稚園と保育園から270点の応募があり、入賞した23作品が表彰されました。作品は赤い羽がテーマとなっていて、会場に並べられた自分の作品を前に子どもたちは緊張した面持ちで表彰式に臨みました。細長い丸を描いて線を描いて色を塗りました。嬉しいです。入賞した作品は来年度の啓発ポスターに使われる予定です。